見積書作成の手順をご説明させていただくのですがご不明な点がございましたら遠慮なくお声掛けください日本電信電話ユーザー協会が開いているもので今年は食品メーカーや電力会社など県内10の事業所から39人が参加しました協議はカタログギフトの購入を考える法人に対して見積書を作成するまでの案内とともに おすすめの商品を提案するという課題で行われました参加した人たちは分かりやすい言葉の選択や話すスピードなどに気をつけながら落ち着いて対応していました関係者は SNS や生成 AI などが普及しても最終的には声でのコミュニケーションが大切になると話していましたこの大会の優勝者は 今年11月に高知県で開かれる全国大会に出場します。